新成人へお酒で失敗しないための方法。今回はお酒で失敗しないために覚えておきたいポイントをご紹介いたします。1月になり新たに新成人となりお酒を飲み始める機会が多くなったという方もいらっしゃるかと思います。その際に注意したい、意識したいポイントは、ご自身がお酒をどのくらい飲めるかというキャパを正しく理解するということでございます。例えばビールを2杯飲むと高揚してくる、3杯飲むと少し足元がふらつく、4杯以上になってくると少し気分が優れなくなり頭痛がするなど、ご自身が何を何杯飲んだタイミングでどういう状態になるかというのを把握するのがこの先大変重要となります。ですので、それを確認するためには信頼できる方や年長者とともにお酒を飲む機会を作り、自分のキャパを把握するための飲み会をするのがよろしいかと思います。バーではバーテンダーと相談しながらお酒を選ぶことができますから、そういう場面でも正しく活用していただけるかと思います。ご自身のキャパを把握して楽しくお酒を飲まれてください。